皆さんこんにちは。星空写真家タイムラプスクリエイターの成沢博之です。どうも。本日はですね、いよいよ1ヶ月後に迫ってきた11月8日に起こる皆既月食の情報についてご紹介したいと思います。今回の皆既月食ですね、日本全国から楽しめて、とても条件の良い皆既月食になります。それからですね、今回の皆既月食、隠れイベントがあるんですね。結構激レアイベントなんですけど、その名も天王星食というのが同時に発生します。この天王星食についてもご紹介したいと思います。それでは行ってみましょう。まずですね、この天文ガイド11月号という、情報誌があります。ここにですね、この11月号が皆既月食の情報満載なのと、それからね、今日はお話ししないんですけど、月食のその撮影方法についてですね、私この、情報誌でこうやって連載してるんですよ。星空撮影クイックガイドっていうやつを、この中にもいろんな情報が入ってますので、ぜひこちらもご購入いただければと思います。概要欄にリンク先を貼っておきます。はい、まず、皆既月食っていうのは地球の影に月が隠されるという現象でございます。地球から見ると月が赤く染まるという現象ですね。月が、夕焼けとか朝焼けとかああいう感じになるっていうイメージでして、通常は月に対して、青い光っていうのかな、単波長の青い光っていうのが降り注いでいて、ああいう色で綺麗に見えるんですけども、皆既月食の時は地球の影に隠されるので、その短い波長の光が届かなくなって長い波長の光が届くと、その長い波長の光っていうのが赤い色なんですね。なので月が赤く染まる赤銅色といいますが、そういった色に染まるという現象です。去年あったのが限りなく皆既に近い、部分月食みたいな現象がありましたけども、これ大体3年に1回ぐらいのペースで起こってるイメージですけど、皆既月食が起こるその時々によって観察しやすかったりしにくかったりするんですよ。で、今回はしやすい部類になりますので、もう日本全国どこからでも楽しめるじゃないかなと思っています。その観察しやすいと言ってる理由はですね、高度なんですね。高い位置で発生します。なので、低い位置だと建物の家の向こう側で起こってるとか、ビルの向こう側で起こってるとか、明るい、都会の中からだとなんかどこに付き合うのか分かんないみたいな感じになっちゃうんですけど、今回すごい高い位置で発生しますので、その建物に邪魔されないような感じで観察できるということで条件がいいって言われてます。あとね、もう一個条件がいいって言われてる理由が、多分地球の影のど真ん中とか通るのかな、ちょっと詳しいことは分かんないですけど、皆既になる時間、月が赤く染まる時間っていうのが1時間半ぐらいあるんですよ。これね、めっちゃ長いです。すごい長いです。1時間半もの間じっくり、地球の影の中をこう通っていく、皆既月食の姿を見ることができるので、ご家族、それから恋人、お友達とみんなで楽しんでいただきたいです。で、観測場所は、問いません。お家の前からで見れます。お家の前からこうベランダからね、家の窓から見ることができるので、特にその星って遠くに行かないと見れないみたいなイメージあると思うんですけど、そんなことはないです。お家の前から楽しむことができます。目で見るのも綺麗ですし、スマートフォンで撮りたいなって思う方も多いと思うんですけど、双眼鏡とかね、天体望遠鏡とかがあると非常に便利です。大きく見れば見るほど結構ね、迫力があるっていうか、目視、人間の目のその大きさだと全然見えないディテールっていうか、そのなんですかね、ボコボコとか質感とかが双眼鏡とか天体望遠鏡を使うとよくわかるんですよ。私スコープテックさんっていう、天体望遠鏡メーカーのチャンネルに出演してるんですけども、ちょっとリンク貼っておきます。そのスコープテックさんの天体望遠鏡なんかはすごく、初心者にも扱いやすい天体望遠鏡なので、ぜひご購入検討いただけるといいかなと思います。実際どういう現象なのかっていうのを、お見せしていきたいと思いますが、ビクセンのですね、ムーンブックというアプリで、調べていきたいと思います。
このビクセンのムーンブックはですね、月の暦だとかその月食の情報とかを、入手しできる、調べることができるアプリになりますので無料です。ぜひダウンロードしてみてください。でこの左上をタップすると、あ、これは月齢表示だね、月の暦の表示になりますが、この左下のなぜか月が欠けたマーク、これをやると月食の情報のページが出てきます。で今回2022年1 11月8日ですね、ここをタップするとこういうページになってる。下のスライダーをこう動かすと、はい、時間が上にね、時間が出てるね、11月8日の今これ9時半ぐらいですねにはもう左上に月の状態が出てますけど、皆既月食になってますよと。月食の始まりが6時9分なので、まあ皆さんがこの日平日ですけども、皆さんが仕事が帰ってきたりとか学校から帰ってきたりするときに空を見上げると、こういうふうに欠けた月が出てきます。でだん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 赤くなっていって、こっから1時間半で終わっていくという、全部で、だいたいこれ6時から始まって9時が4時間ぐらいの天文現象になるんですかね、というのが、発生します。でこれ見て分かる通りですね、高度が高いんですね。これ1マス10度なんですよ。10度っていうのがこう人間がこう手を伸ばして握り拳1個分が10度です。でだいたいその今これ表示してるのが10度、20度、30度、40度ぐらいですけど、10、20、30、40、結構高いんですよね。こうやって見上げる感じになりますね。首が痛いぐらいじゃないですか。だからまあ寝転がったりとかチェアとかあれば、そういうのにこうもたれかかって見るようなスタイルがいいんじゃないかなと思いますね。この月食が調べられるこのムーンブックですね、ぜひ皆さんもダウンロードしてみてください。次にご紹介したいのが、天王星食ですね。これ食っていうのがそもそも何かが何かに隠されるっていう現象なんですよ。で今回の天王星食は、月に天王星っていう惑星ですねが隠れていく、でまた顔を出していくっていう現象なんですけど、まあ、月に天王星が隠される現象、天王星食っていうのはそんなに珍しくもないかなと思うんですけど、皆既月食中の月に天王星食が起こるっていうのは結構激レアイベントです。天王星食の説明をしたいと思いますけど、またちょっとアプリ出しますね、こっちに出します。次にご紹介するのがね、またこれもビクセンから出てる無料アプリのプラネットブックってやつが分かりやすいんで、これで説明しようと思います。惑わす星って書く通り、惑星っていうのは常に場所を変えてます。毎年毎年ね、観測できるシーズンになるにつれて惑星がいる位置って変わるんですよ。まあ、土星とか木星とか特に人気のある、惑星っていうのはやっぱり場所をこう調べるためにね、こういうアプリを使った方がいいんですけど、ここで、ね、惑星選択、はい、でこの天王星を調べます。で、まずデイをね、下のスライダーでデイを11月8日に合わせたいんですけど、このデイってところを長押しするとこういう矢印が出てきてですね、これで細かく設定します。11月8日の7時半ぐらいにしておきます。このぐらいにしておきましょうか。はい、でこれ拡大してみましょう。そうするとおお、これ皆既月食赤くなってますね。皆既月食中の月にこの天王星が近くにいるっていうのが分かります。で左上に天王星がどういうふうに見えてるのかっていうのが分かるんですけど、これこのまま時間を進めていくと、おっ来た、20時35分からこう40分、5分後にはもう地球の影に隠されて、でまた21時20分から25分の間にこうひょっこり顔を出していくっていう感じみたいですね。こういう天文現象になります。で天王星ってね、私も見たことありますけど、天王星だけ見るとへーって感じ。あんまりそんな目立つ惑星ではないんですけど、これで地球の影に隠されるっていう風になるとちょっと事情が変わってきますよね。だから私もこれ見たいなと思ってるんですけど、観察はですね、ただちょっと難しくって、実際に何倍ぐらいが必要なのかっていうと、まあ惑星を観測するレベルですから、まあ、200倍とか
できれば300倍とかあればいいんですけど、その倍率でそのしっかりと明るく綺麗に見せるためにやっぱり大きな天体望遠鏡であることが必要なんですよね。なのでちょっとマニア向けの現象かもしれませんが、私は、当日ですねライブ配信しようと思ってるんですよ。その会計職の中継とそれから天王星食の中継っていうのをやりたいと思ってますんで、まあ、そういう天体望遠鏡、大きい天体望遠鏡をお持ちじゃない方はですね、ぜひ私のライブ配信をチェックしていただければなと思います。はい、では、これでざっくりでございますけども、皆既月食と天王星食の情報を、お届けいたしました。あとカメラの北村のシャシャっていうですね、レビューサイトがあるんですけども、そこでですね私、投稿させていただいてまして、そこでも皆既月食の記事が、掲載されています。それもリンク先に貼っておきますので、ぜひそちらも見てみてください。それでは、11月8日に晴れることを願って、皆さんでみんなで、この天文現象を楽しんでいただければと思います。それではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら、バイバイ、したっけねー。